テレポビズ、よろしくお願いします。代表 TBS です。冒頭大臣の方からありましたらよろしくお願いします、はい。3月31日に任期を満了となります、防衛省所管の独立行政法人、駐留軍と労働者労務管理機構理事長の後任に広瀬幸成を任命することにつき、本日の閣議で了解され、4月1日付で私より任命する予定となっています。以上です。それでは代表 TBS より冒頭1問お伺いいたします。昨日発射した北朝鮮のミサイルに関してなんですけれども、北朝鮮の労働新聞は今朝新型 ICBM の火星17型を発射したと報じました。最大でどのくらいの射程距離が出るのかなど、今その防衛省自衛隊で分析で分かっていることをお聞かせください。はい、北朝鮮は昨日14時33分ごろ平壌近郊から一発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射いたしました。現時点における分析では、発射された弾道ミサイルは約71分間飛翔し、15時44分ごろ北海道の渡島半島の西約150キロの日本海イージゼット内に落下したものと推定されます。飛翔距離は約1100キロ、最高高度は6000キロを超えると推定されます。詳細について引き続き分析中であります。今般発射されたミサイルは2月27日および3月5日に発射されたものと同じで、2020年10月に、実施された軍事パレードで初めて、確認された新型の大型大陸弾、ごめんなさい、新型の大陸間弾道弾ミサイルの級の弾道ミサイルであると考えております。今般の ICBM 級弾道ミサイルの発射は、これまでの一連の発射とは次元の異なる我が国地域及び国際社会の平和と安定に対する深刻な脅威であります。また何らの事前の通報もなく、本土から約150キロという地点に着弾させたことは、国民の安心安全、航空機や船舶の安全確保の観点からも極めて問題がある危険な行為であります。北朝鮮は国際社会がロシアによるウクライナ侵攻に対応している中にあっても、国際社会に対する挑発を一方的にエスカレートさせるようなこの発射を強行しており、断じて容認できません。関連する安保理決議に違反し、国際社会に背を向ける行為であります。許されない暴挙で断固非難をいたします。防衛省としては、北朝鮮の軍事動向について引き続き米国とも緊密に連携を取りながら、情報収集警戒監視に全力を挙げ、我が国の平和と安全の確保に万全を期してまいります。ありがとうございます。それでは各社さんお願いいたします。はい、フジテレビの伊藤です。お願いします。ミサイルの脅威についてお尋ねします。次元が異なるというお話が今ありましたけれども、ICBM はアメリカを狙っ挑発するものとの見方もありますが、日本の防衛体制の変化はどのようなものが求められているとお考えでしょうか。お願いします。今回の ICBM 最高高度が6000キロということでありますけれども、通常の弾道で計算しますと、十分アメリカもに届く、ようなミサイルであります。そうした中で、この問題が先ほども言いましたけれども、地域だけではなくて国際社会の課題でもあります。そうした中で、アメリカ等の関係国ともしっかりと連携を取って、対処していく必要があると考えております。すみません、時事通信の目で、今アメリカに十分届くというおっしゃったと思うんですけど、アメリカの東海岸のことを指していて、例えば数字的に言うとですね、3万何千キロとかっていうのは、ですね、単純に計算した場合は、弾頭の重さにもよりますけども、
1万5000キロを超える射程となりうると考えております。その場合は東海岸を含む全米全土に射程に含まれるということになります。NHK の立石です。別件でウクライナに関する質問を伺います。岸田総理大臣、ウクライナの周辺国に滞在する避難民の支援のために人的な貢献を検討していることを表明しました。与党内からは PKO 法に基づいて自衛隊の派遣をすべきとの意見もありますけれども、大臣のお考えをお聞かせください。報道について、承知をしているところでございますが、今回のロシアによるウクライナ侵略に対しては、国際社会、が結束して対応していることが重要であります。我が国としても G7 をはじめとする国際社会と連携を取りながら、ウクライナ及び、避難民を受け入れている近隣国に、寄り添った形での支援を引き続き実施していく考えであります。ウクライナにかかる支援の検討状況については、お答えを差し控えさせていただきますが、今後とも防衛省として関係省庁と連携を取りながらできるだけできる限りの支援を行っていく所存であります。よろしいですか。はい、終わります。最後まで見ていただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックしまして、動画配信サービス、テレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。